どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデージだってことで、ゴールドドライブカッコハミ中に挑戦していきたいと思う。今回使うリーダーは、おののぎよつり、こやつはな、リーダー特性、光闇命属性が HP100、 アタック140、炎上耐性が100ってことなので、採用しとるぞということで、あと地雷ガード持ちっていうことでね。で、応用用指示っていう言葉が使えるので、結構使いやすいんだよな。なのでリーダーにしとる。ただしかし毒は食らってしまうので、回復もちゃんとしながらじゃないとちょっと厳しい感じになっとる。ということでメンバーは、これは何だっけ、善意を感せず、善意を許す、愛実体、愛じゃんじゃな、愛っぽきよって言葉が使えて、結構強いので、採用しとる。そして、真白いいって言葉が使えて、地雷ガードを持っておるので、採用しとるぞ。あと、EX スキルで文字を変えることができるんだよな。なので、強いので。そして、ルシファー、重心化、回。そやつはな、地雷ガード、ルシフアだっていう言葉が使えるので、採用しとる。そして、これは、荒なぎ、こよみ&推しの忍ぶ。あこおしじきって言葉が使えるので、採用しとるぞ。地雷ガードも持っておるんでな。そして、後藤一人、こごひーぼーぎって言葉を使えて、地雷ガード持ちということなので採用しとるぞ。あ、ちょっとあれが入ってないな。名属性の特殊。これ一応装備しとこう。よし。そして、こやつは、目立つのは勘弁してくれ。ゲットをすぐる呪術高専2年、けげすずって言葉を使えて地雷ガードを持っておるので採用しとる。そして、こやつは頭の中で響くんだ、しがらきと村、しがらきと村、こやつは、地雷ガード持ちっていうことと、死という言葉が使えるので採用する。そして、アズール、アイウエオという言葉が使えて、チェンジガード、地雷ガード持ち、そして EX スキルを持っておるっていうので採用する。そして次、キリンジ、キギシジという言葉を使えて、地雷ガード持ちということなので採用するぞ。そして、どう考えても1年に務まる人じゃない。ナナミテント&ハイバラユ、ケゲナハユっていう言葉を使えて地雷ガード持ちということなので採用する。そして、五条忍じゃねえか、ごめん、五条悟だ。五条忍って誰じゃ。五条悟、シジコゴサザという言葉が使えるので採用するぞ。これは結構強いんだな。ということで、今回アイテムは、忍のヘルメットを採用しとる。ということで、よし、じゃあやってこう。ここは、あれじゃな、新人賞を狙う状態じゃな。そしたら一回これ使っちゃって、最初に。一番最初に使っちゃって。これも、真、仁。で、言葉変えちゃって。言葉の力は、仁って、新人賞。結構強いんだよな、これ。11コンボ、もう最初からからダメージをかなり削っておこう。挙式、紫、
それで終わりだ。天秤は触れた。今半分以上削れるので、叶いの、そして削った。そしてこっち金銀行ミリ残ってしまったな。マシロが入ってれば多分ワンパンいけたかもしれない。でこいつはもう邪魔なので捨てちゃって、こう高級まあ何でもいいな。あとはこれいこう。コーヒーユーシー、やっぱり一番最初にアイテムが使えるっていうのも結構ユニコンボ、ね、ありだな。けどこのままじゃ嫌だ。はい、ということで結構強いんだな。まあまあ、アイちゃんと、なんだっけ、こやつ、これ、どこ行った？こやつか。こやつは結構使えるので、まあ、もし持ってたら、こやつ入れとくのはおすすめじゃと。ということで、今回はここまでじゃ。まだまだいろいろと適正キャラいっぱいおるので、他のデッキを作って、乗せていきたいと思います。ということで、今回はここまで。大魔王、オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。